第12代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーは、イギリスの貴族、政治家、馬主、競争馬生産者。ホイッグ島に所属し、第3代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクと、初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルの政権で、ランカスター公領大臣を務めた。競馬のオークス・ステークス、ダービーステークスの発案者としても知られる。1752年。 イングランド北部のランカシャー州プレストンで、第11代ダービー伯爵エドワード・スタンリーの、着シストレンジ教、ジェームズ・スミス・スタンリーの長男として生まれる。1764年にイートン・カレッジに入学。卒業後の1771年に、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに進み、1773年に、学位を取得。 1774年より、ランカシャー州選挙区選出の庶民院議員。1776年に祖父が死去したため、第12代ダービー伯爵となり、貴族意味へ移り、また祖父が勤めていたランカシャー州党官を呼び、主席治安判事を引き継いだ。1783年に成立した第3代、ポートランド公爵ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクを、 名目上の主犯とするチャールズ・ジェームズ・フォックスと、ノース卿フレデリック・ノースの連立政権では、ランカスター公領大臣として、入閣、同時に、数密顧問官にも劣せられた。1806年、グレンビル男爵ウィリアム・グレンビルの政権で再び、ランカスター公領大臣となった。1834年に、ランカシャー州のノーズリーで死去し、 同州のオームスカークに葬られた。伯爵位は、長男のスタンリー教エドワードが相続した。1778年、ダービー伯爵の別荘、オークス荘で催された、晩餐会の席上で、3歳の貧馬を集めた、距離1マイルの競馬の競争が発案された。翌1779年に行われたこの競争は、アイディアが出された別荘の名を取って、オークスと名付けられ、 この時の優勝馬は、ダービー伯爵が出走させた、ブリッジと出会った。その奥ス後の祝賀会の席で、今度は3歳のお馬による、同様の競争を創設しようという流れになり、その競争の命名をめぐって、ダービー伯爵と友人のサーチャールズ・バンベリー、順段爵との間で、譲り合いが続き、ついには、コイントスが行われた。 結果ダービー白爵が勝利し、この競争には彼の釈明から取ったダービーという名が付けられた。このオークスとダービーという2競争は現在に至るまで続いており、イギリスの3歳戦で最重要の競争となっているのみならず、これに反を取り、オークス、ダービーと名付けられた同様の競争が世界中に広がることとなった。第1回ダービーでは、 バンベリーの所有場ダイオメドが優勝を果たした。ダービー伯爵自身は、1787年の第8回を、サー・ピーター・ティーズルで優勝している。2005年、2006年のジャパンカップで、ウィジャボードと共に来日した第19代ダービー、伯爵エドワード・スタンリーは、直径7代目の子孫にあたる。ダービー伯爵は2度結婚している。最初の妻は、 第6代ハミルトン公爵ジェームズ・ダグラス・ハミルトンの娘、レディ・エリーザベス・ハミルトンで1774年6月23日にサリー州リッチモンドのアーガイルハウスにて結婚した。彼女との間に後に第13代ダービー伯爵となるスタンリー・卿エドワードを含め一難事情を設けたが別居状態が長く続いた後1797年に死別。 同年5月1日、喜劇女優のエリザベス・ファーレンと再婚し、彼女との間にも一難事情を設けた。ありがとうございます。